ケニー・バロンはアメリカのジャズピアニストである。何百ものレコーディングにリーダー及びサイドマンとして参加しており、ビバップ時代から最も影響力のある主流ジャズピアニストの一人と考えられている。ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれたケニー・バロンはテナーサックス奏者ビル・バロンの弟。最初に行ったギグの一つはディジー・ガレス・ピー・カルテットのピアニストとして出会った。 バーロンは1962年頃、ジャズテッドのメンバーとなったが、彼らとは録音を残していない。1978年にエンパイアステートカレッジで芸術の学士号を取得して卒業した。1982年には、スフィアというグループ、また2000年代には、クラシカルジャズカルテットを共同で率いている。1987年から1991年の間に、 バロンは、スタンゲッツといくつかのアルバムをレコーディングした。最も有名なのは、アルバム、ボエジ、ボサンドバラード、ロストセッション、セレニティ、ステラバイスターライトライブアットモンマルトル、ピープルタイム2枚組 CD セットである。彼は、グラミー賞に9回、またアメリカジャズの殿堂に、ノミネートされている。2009年に、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出された。 2010年5月、バロンは、アフリカ生まれのシンガーソングライターである、アンジェリーク・キジョー、スペインのギタリストである、パコデルシア、ソングライターデュオのレオン・ハフケネス・ギャンブルと共に、バークリー音楽大学から、音楽名誉博士号を授与された。バロンは25年以上にわたり、ニュージャージー州のラトガース大学で、ピアノとキーボードのハーモニーについてを教えていた。現在、 ジュリアード音楽院で教壇に立っている。彼のピアノの生徒には、アール・マクドナルド、ハリー・ピケンズ、アーロン・パークスなどがいる。出展、ありがとうございます。